2度目の異世界。少年だった彼は年上騎士になり溺愛してくる。どうしようもないくらいあなたが好きなんです。ルークのあの告白から半月が経った。来週末にある王国魔術師の就任式までのんびりした日々を過ごしていたけれど、スレン様からの手紙？なんだろう。サラ、どうかしたんですか？明日王城に来てほしいってスレン様が。就任式の前にいろいろと説明をされるのかもしれませんね。両思いになったことでルークとの距離が近づいた気がする。気をつけて行ってきてください。嬉しいけど、やっぱりまだ慣れない。今日お呼びしたのは、仕事内容の説明と職場案内をしようと思ったからでして。そうだったんですね。ルークが言ってた通りだ。はい、サラさんは基本的に王城勤務となります。私の補佐および怪我人の治療などが基本業務です。それと討伐遠征への参加、有事の際の対応、そして渡り人の研究にも協力していただきたいと思っています。私みたいな異世界から来た人間を渡り人と呼ぶらしい。まだ私自身把握していない力もあるかもしれないとか。わかりました。精一杯頑張ります。ありがとうございます。では王城内を案内しますね。ここが私たちの執務室です。少し汚れていますが気にしないでください。全然少しではない気がしますが。そうですか？スレン様ってすごく完璧な人をイメージしてたけど、もしかして違う？手の届く範囲に物があるのは便利ですが。こちらがサラさんの机です。この書類の山は私の机から溢れた分です。サラさんの初勤務までには何とかしたいですね。一言。片付けが初仕事になりそう。あっちの机は。なあ、現在王国魔術師は私とサラさんを含め4人いまして、他の2人のものなのですが、彼らはここには全く来ないのでただの物置です。なるほど。どんな方たちなんですか？会えばわかると思います。今日も呼び出したんですが来ませんね。思ってたより緩い職場なのかな。そういえば騎士団のルーク・ハワード師団長と一緒に住んでいるとか。やっぱりそれくらい調べてるよね。はい。どういったご関係なんですか？恋人です。口に出すの初めてでちょっと恥ずかしい。いいですね。彼も心配でしょうし、討伐遠征はなるべく一緒になるよう手配します。
ありがとうございます本当は彼も王国魔術師に欲しかったんですが。では他の場所も案内しますね。はい。これで一通りの説明は終えたと思います。何かわからないことはありますか？いえ、大丈夫です。ありがとうございます。ようやく王国魔術師になるんだって実感が湧いてきた。スレン様も変わってるけどいい人だし、頑張ろう。おや、ようやくお出ましですか。すごい美少年。サラさん、こちらが王国魔術師の仲間であるリアムです。まだ17歳ですが、国随一の秘魔法の使い手なんですよ。そうなんですか。こんな若いのにすごいな。こちらは先日話した光魔法の使い手のサラさんです。はじめまして、サラです。よろしくね。はあ、お前バカなの？俺の方が先輩なんだけど、敬語くらい使えよ。こら、リアム。すみません、口も態度も悪いのですが、悪い子ではないので。いえ、私こそすみません。職場なのに年下だからって失礼だよね。うかつだった。リアムさん、改めてよろしくお願いします。やっぱ気持ち悪いからやめろ。どうしろと。はい、では仲良くなったところで、来週からよろしくお願いしますね。どこが仲良し。そろそろ門の前までお送りします。